ちは。今日はですね、以前からアップしようと思いつつできていない花本をちょっと紹介したいと思います。紹介っていうこともないんですけどもとですね、全く上達してなくてですね、花本の練習動画を上げることができないので、今日はちょっと悪戦苦闘しているチューニングの動画を上げてみたいと思います。でですね、私の花本がですね、こちら、これですね。この花本なんですけれども、これはですね、ギターの弦がこの裏側に貼ってあるタイプの花本なんです。でですね、これがですね、なかなかチューニングっていうのがよくわからなくてですね、この箱のですね、ここですね、こう後ろにね、この大きな穴が見えないかな、こうですね、ここに見えるかな、こう穴がね、大きな穴がここに開いてるんですけども、見えるかな。穴が開いてるんですね、裏側が。でこの穴のこのですね、すごい汚いんですけど、これが一番裏ですね。この裏でこれが側面で、プラスこれが表面なんですけども、この表面のここですね、ここにこのチューニングする穴が、これです。これが穴が開いてるんですね。こう右と左にあるんですけれども、これをこれがですね、この穴の中に入っている、このね、中にセットされてるんですけど、このこれです。この穴の中からこれ、この六角ですね、これをまあここのこの穴にこう入れて、こう回してこう締めたり緩めたりしてチューニングするんですけれども、いくらやってもこう自分の思うような音にならなくてですね、まあ、いろいろ調べてみたんですけれども、このですね、この私のタイプはですね、ここが全部こうネジで止まっているんですけれども、いいのか悪いのかちょっと分かんないんですけど、ここのですね、ネジを緩めて、この2個です、この一番端のこれとこれを緩めて、ここにこの側面にこう、分かりますかね、こう隙間がちょっとできるんですけども、これを作るとこの音が綺麗に出るっていうことをちょっと発見したので、昨日ちょっとやってみました。でまずこのネジを緩めて、まあ、このここをこうちょっと隙間を開けたいわけなんですけれども、昨日外した時点では、緩めた時点ではあまりこう木が反っていなかったので、こう音が鳴らなかったんですね。でですね、その、サイトの説明によると、 A4 の用紙をこのぐらい重ねて、この間にこう挟んでおくんですね、こんな感じで。 でそれをまあちょっと両方やって一晩置きました。こう外すと今日はこれくらいちょっと反ってる感じですね。ここでこの音を調節する。この音がですね、ずっとどうやったら鳴るのかわからなくてですね、やっと見つけました、昨日。で今日やっとできました。これを、まあ、ちょっと叩いてみると、見えるかな、ちょっと部屋汚くてすいません。
ちょっとね部屋を掃除しないといけないんですけども、あまり掃除が好きじゃないので。こんな感じですね。感じの音が鳴るようになりました。ただですね、まだチューニングがちゃんとできてないので、まだちょっと自分の思ってるような音ではない感じなんですけども、まあ、少し近づけたかなという感じです。